一斉対局をしてきました、今。ちょっとだけ、今何時か知らんけど。雑談配信。メイクしたからね。明日は多分メイクしないから配信しておこうと思ってしております。って感じ。深夜番組楽しみ。いやマジで、本当にマジで、ちょっとマジで嫌いにならないで、お願いだから。お願いだから嫌いにならないでって気持ちだから、本当に覚悟して、今みんなで嫌いにならない、嫌いにならないでも自己暗示してから見てください、本当に。なんかもう、むしろなんか、むしろなんか本当にマリンのこと好きな人だったら、なんかテレビ消しちゃうと思う。むしろね。むしろなんか見ないであげようと思って、なんかテレビ消そうと思うと思う。本当の推しだったら。え、やだー。ちょっと待って、想像してみた。ちょっと自分の推しがそれをしてたら、なんか本当にテレビ消しちゃう、なんか辛くて見れなかったよみたいな感じで言うと思う、マリン。推しだったら多分見れない。本当に好きだったら見れないと思う。まあでもおもろいから、まあ見てみ。まあおもろいから見てみ。まあお楽しみに。っていうか眉毛脱色してないから、普通になんか眉毛濃くて嫌なんだけど、脱色しよう。マリン推しでないワイは見れる。なんかそれもそれで病むな。きっぱり言われるの病むな。無心で見ます。頑張って。頑張って。でもさ、番組表に勝負マリンって書いてんの結構嬉しくね。でも、まあ、見てみてください。地上波は可愛く映りたかったな。目ちっちゃくない？今日何？え、何？じゃ今日メイククソだわ。ちょっとメイクが失敗です。
ニヤニヤ。京都で治安が悪いっすよ。え、何時だっけあの深夜番組、深夜番組何時だっけ。深夜番組何時だっけ。25時とかだっけ。25時54 3時ってこと。ん、3時ぐらいってこと。2時ぐらい、2時ぐらいってこと。ああ、そうなの。なるほど。いいしね。なるほどね。ほえー。見たいけど寝なきゃって感じ。いやでも見なきゃ、振り付けを覚えなきゃって感じだよね。マリンは。モバメ届いた？届いてないか。リアルタイムで見てる人のタイムライン楽しみにしとくね。録画して爆睡して、いや録画しないかな、録画しないっていうか、録画しても見ないかな。親のために録画はするけど、録画してもうしただけで満足するタイプ、見ないタイプ。ないよね。タイムライン盛り上がりそうやな、楽しみにしとく。ちょっとマリン推しの反応。お、漂白剤うまくいきましたか。いや分かんない、今見てみないと分かんない。今洗濯して干した、干して乾くの待ってるんだけど、乾いたかな。もしかしたらなんか黒く色変わってたりするかも。どうしたらいいの？親に見せるのは大丈夫なんか？え、全然大丈夫。全然大丈夫でちゅ。お話から申し込んでしまった。イエーイ、嬉しい。完売疑惑がちょっとだけ出てるらしいから、ちょっとこの調子で違う部門を完売させたいですね。わかんないけど。こんばんは、こんばんは。こんばんは。インスタライブやるか迷うな。ほんと皆さん支払い登録忘れなきゃ。いや、ほんとだよね。ほんとだよね。ほんと お支払い忘れないでください。それで全てが台無しになってしまう。本当に支払いだけは忘れなくよろしくお願いします。本当にお願いしますよ。お願いします。よろしくお願いします。お支払いよろしくお願いします。今日はどこか大人っぽい。いや、なんかメイクが今日なんか変ですね。今日はなんか不細工な日です。
予約で満足しちゃう。え、それな。おすすめ枚数3枚からかな。3枚からやっと会話が成り立つって感じ。なので各部3枚とかだったらいいかなと思うね。効率がいいかなと思う。全に行っていきます。最高、ありがとうございます。本当にでち。インスタライブできたらやりたいけど、夜ご飯を食べたいなっていう気持ちもあって、まあ、夜ご飯食べながらでもいいけど、ちょっとあれを買ったんだよね。あのね、前さ出したさチーズタッカルビのさラーメンあるじゃん、インスタントラーメン、あれのカップラーメンバージョンが出たの。だからあれを食べてみたいなと思ってね、家にずっとあるんだよね。だからそれを食べてみたいなとも思うね。カップラーメンはどういう感じなのか。なんかさ、まあいいや。もう終わる時間だね。地上波で、ね、見やつ見るから夜更かしなので、え、それな、それま、そう、その時間までなんか、まあ、そんなやらんけど、お話すんのありじゃねえと思った。院内で。あと7分、やばいやばい。やばいやばい。地上波です。東京見れません。 ABC テレビなので TVer で見れるらしいよ。 TVer で見れるらしいから見てください。最近アルバイト2つ始めました。大変ですね。頑張って、マリンに会うために頑張ってください。リーバーしか勝たん。明日仕事終わったら TVer で見るから、それまで Twitter 封印。ええー、そうなん。頑張れ頑張れ。それは控えめに言って寝落ちしてそう。どういうこと。でも俺明日朝早いからね、なんか寝る準備した方がいいんだよね。まあ、寝るというよりベッドに入るという行為。最近ちゃんと寝てるからね。 定期顔面が良い、嬉しい。
マリンちゃんこんばんは、こんばんは。じゃあランキング読むか。13位マー君、12位みものさん、11位アッシュさん、10位ゆうくん、9位ホリッチさん、8位こまみるさん、7位チン46さん、6位トムさん、5位ハジさん、4位ひろかつさん、3位クレパスユーちゃん、2位しげやん、3位ちいすえひろさん。ありがとうございます。ということで、じゃあね。まあまだなんだけど、もしインスタライブをやったら来てください。配信が切れるまでお話、お話タイム、コメントしてください。よろしくお願いします。次のオンラインお話会の申し込みもよろしくお願いします。お支払い忘れずに。すべての喜びが水の泡となります。12月20が完売したら次のおぬぬめは1月10日、よろしくお願いします。1月10日よろしくね。1月10日お誕生日をお祝いしてください。次世代子のために髪色ね、青見たかめっちゃ可愛かった。生誕 T シャツね、まだまだ出来上がってませんのでお楽しみに。誕生日プレゼントでももう受け取れますよ。プレゼントありがとうございます。徐々に受け取り始めてますよ。お手紙もたくさん溜まってきまして、新しいのは出せないらしい。だから受付再開を待ってみてください。今までそのコロナになるまでのやつじゃない、コロナになるまでに送ってくれた人のはもらえるのかもしれないね、わからないけど、多分そう。あ、やばい、もう切れちゃう。バイバイ。もしインスタライブやったら来てね。バイバーイ。今日は地上波見てね。バイバーイ。いい肌が最近いい感じよ。バイバーイ。キューブスさん、バイバーイ。